こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、私が別の動画で語っている私のね、考え方、自民党内での考え方、麻生財務大臣と安倍総理というのと、現菅総理と二階幹事長、この2つが対立軸であるんではないかなっていう私の仮説をもとにちょっとね、勝手なことを喋っているのが一つあります。もう一つは、国民民主党の玉木さんがね、国民生活性のための財政出動せよと、この前、3日前だったかな、発言されていたのを、こちらの方ね、動画を編集しましたので、そちらをご覧いただきたいかなと思います。これによって特別定額給付金、もしくはね、今回からの事業支援金、いわゆる国民生活支援ですね、これがどのように動くのか、それぞれで考えていただきたいかなと思っております。私はですよ、なんとかなるんじゃないかなって気がしてきたんですよ。それは皆さんのコメントのおかげですとか、最近ね、そのやっぱり国会議員さんが、私たちインターネットで盛り上がった声を本当にそのまま届けてくださってるなというのが、前回までの動画でも多分ね、共有できてると思うんですよ。この辺から私はね、何かが始まるんじゃないかなと思います。その中で先日、河野太郎行政改革大臣がポロッと言ったことが2つあります。1つはですね、オリンピックができなくなるという可能性もあるぞということを言われてたんですよね、これがね。で、もう一つはですね、緊急に、ちょっとこれ、お金を出さないとまずいんじゃないかということも言われてました。これはね、ダイレクトにこの言葉を使ったわけではないですけども、河野さんの会話から類推するに、そのような意思を伝えたかったんではないかなってことですよね。だからポロなんですよ。今までだったらこんなこと誤解されるから言わなかったのを、本音がついつい出ちゃったのかなというところがあります。というのが、河野さんっていうのはね、英語がペラペラなわけですよ。で、英語では割とね、結論をね、パン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 出してくれるんですよ。だから日本語向けのアナウンスと英語でのアナウンスとっていうのは、受け取り方っていうかね、発言のニュアンス変わってくるんですよね。ですんで、日本語の発言ばかりではなくて、英語での発言もきちんとリサーチしておかなければいけないのかなと思いながら、ちょっとね、苦手な翻訳をね、一生懸命やってるんですけどね。それでは2つの動画をご覧ください。失礼します。西村大臣、緊急事態宣言が発出された後ですね、我が党でネットで、いろんなアンケート意見募集したんですね。そしたら、この3連休中心に1184件寄せてくれました。で、そのうち一番多かったのが、やっぱお金と住まいに関すること、やっぱりその非常に経済的な影響を心配されている方が多いということで、これは経済再生担当大臣として申し上げるんですが、私は経済対策、追加の経済対策やった方がいいと思います。3次補正も組んで、いろいろ予算も組んでますけれども、局面が変わっているので、中国は今年 8% 以上成長します。で、日本はさまざまな OECD も含めていろんなものが出てますけれども、場合によってはプラス成長さえ危ない状況に今年なるかもしれませんから、特に家計支援を中心とした、私は追加の現金給付や消費税の減税や、あるいは持続化給付金を超えたようなですね、以前大臣のところにも行って、日本版 PPP、ペイチェックプロテクションプログラムのようなですね、一旦その経費を速やかに貸して、で、ある程度その雇用が一定期間維持できたら、もう返済免除すると、緊急小口資金の事業の芝みたいなことも含めてですね、徹底的に応援しないと、今年相当経済厳しくなると、その認識の中でですね、新たな対策を、これは経済再生担当大臣として考えていただきたいということを冒頭申し上げて、質問に入りたいと思います。ありがとうございます。皆さんのコメントを届けさせていただいて、そのうちの数百件がね、多分反映されて、この玉木代表が言われる1800件の中のいくつかにまとまって、国民生活支援、経済対策、現金給付、それから消費減税という言葉が出たんだと思います。本当にね、皆さんのおかげです。ありがとうございます。じゃあ続きをどうぞ。定額給付金か、絶対出ないよと、予算組どこにもないよと、だからこそアクションを起こしていって、その無理やりね、予算を開けないかどうかにもう向かっていくわけですよ。だからやるのは無理って言われますよ。どこ見てそんなこと言ってんだって言われますよ。そういうコメントもきっちり書かれてますからね。全く分かってねえなと言われますよね。分かってないよ、隠居だもん。ただね、私はね、この特別定額給付金に関しましては、第4次補正予算が組まれるんではないかなというふうに思ってますよ。もしくは第3次補正予算の再編成があるんではないかなと、ここまで思ってるわけなんですよ。だからね、新年度予算の執行が起こる前に、おそらく3月に最終予算が、これ、給付金のみの名目で、発動するのか、それとも第3次補正予算がいきなり組み替えられて、緊急事態宣言と掛け合わせたものが出てくるのかなと。
思うわけなんですよね。ただここに麻生財務大臣の邪魔が入ってるんですよ。国民に金を配るなと。要するに麻生財務大臣ってのはちょっと話題がずれますけども、麻生財務大臣ってのは2つの要因があるんですよ。1つはね、財務省の財政法をきっちり守ろうとしてるんですよ。財政法を守ろうと思うとそれは緊縮になってくるんですよ。お金を出さないってことになってくるんですよ。でも麻生財務大臣が国民寄りならね、その財政方法を変えてまで、予算委員会で変えてまで、国民への お金の配布をね実施すると思うんですよ。で麻生さんにはその気概がないんですよ。2つの理由なんですけども、2つ目の理由、麻生さんは今政界で一番年寄りなんですよ。いわゆる長老になってるんですよね。でも麻生さんが総裁になると選挙で負けるんですよ、自民党は。前回もそうでしたしね。前回も民主党に取って代わられたのは麻生さんの苦い経験なんですよ。で今回麻生さんはむちゃくちゃ人気がないんですよね。次期総理大臣の候補はってことで、名前も名の字も上がってこないのが麻生財務大臣、副総理なんですよ。副総理なのに名前が上がってこないぐらいの人気のなさなんですよ。それは党内でも人気がない、そして国民からも人気がない、めちゃくちゃなんですよ。であそこの座に居座ってるのが最後のメンタリティなんですよね。で麻生財務大臣は安倍総理と2人で、菅総理大臣とそれから二階幹事長との対立軸を持ってるんですよ。これが大きな2つの派閥なんですよ。で二階幹事長はともかくなんですけども、菅総理っていうのはなんであんなにね今ね格好悪く見えるかっていうと、これ全部麻生財務大臣の邪魔と安倍総理大臣の足引っ張りなんですよ。なぜなら菅総理はずっと安倍総理の元にいてですね、ものすごく不満が溜まっていたんですよ。こんな政治じゃダメだと、嘘つきの総理大臣が国を支配してる、こいつを追い落とさないといけないと思ってたんですよね。でも官房長官としてその役割を全うしてきた。だからこそ総理に選ばれたんですよね。総理に選ばれた時に何をしたかというと、まず総理に選ばれる経緯ですけども、二階幹事長が力を貸したんですよね。二階幹事長と安倍総理は対立軸ですから、どちらかを追い落とさなければならないっていう関係なんですよね。で菅総理がなぜね総理に就任して早々一番最初にやった仕事は何かというとです、安倍総理の逮捕、安倍総理の立件なんですよ。これにねかなりに協力したんですけども、まあ悪あがきの安倍総理は、まあ、脱出したってことですね。そこから罪を逃れて説明責任を果たした、説明を尽くしたなんてことを言ってるわけですよ。まあとんでもない人ですよね、安倍総理はね。ということで男らしくないなと思うのがね、安倍総理、そして麻生財務大臣かなと思いますよね。事業者への支援策について伺います。まず雇調金なんですが、2月末の特例の延長すると言ってますが、これいつやるんですか、いつ決めるんですか。まあ、2月末でですね、もう整理しようというようなことを言っている経営者の方にも何人も会いました。で1ヶ月前、解雇は1ヶ月前通告なので、もう今月末が勝負なんですよ。だからもう伸ばすって決めてるんだったら、もう今日にでも言ってください。何ヶ月か、財源の問題等々あると思いますが、その伸ばすっていうことはこう匂わせてるんですけど、もう経営してる側からしてれば、もう今日でも発表してくれないと、2月末とか今月末の解雇通知をどうするかが、もう出すか出さないかですから、延長するならすると、いつまですると、ぜひ今日明言してください。厚労省、高谷高齢障害者雇用改善委員会。お答え申し上げます。雇用調整助成金の特例措置につきましては、今委員ご指摘のとおり現行の取り扱いを本年2月まで延長しているところでございます。その上で特例措置を長く続けることにつきましては、働く方々のモチベーションの問題等の副作用を懸念するご意見等もあるところでございまして、雇用調整が大きく悪化しない限り段階的に通常に戻していくことを基本想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえて柔軟に対応することとしているところでございます。いずれにいたしましても、3月以降の特例措置の取り扱いにつきましては、雇用情勢等を踏まえまして適切に判断し、1月末までにお示しできるようにしたいと考えてございます。玉木君。もうね、やるんだったらやる、これ与党の先生方もぜひ言ってください。だってもうやるんだったらやるって言ったらいいじゃないですか。でもそれでもまだね、いや本当そうなのかなと、要件がちょっとね、例えば10分の10が5分の4になるんじゃないかとか、いろいろ心配もしてるんで、今の通り延長すると、それが政治の責任なんじゃないですか。なんでいつまでもこんなことで、だら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 不安を広げているのかということは、強く申し上げたいと思います。で、もう一つ、持続化給付金と家賃支援給付金も、これ聞いたら一番ね、これニーズがあるんです。特に最近はね、農業関係の人の支援が
申請がやっとですね、出てきてて、15日で切れちゃうんですね、あさってですよね。で、特例のある人は、まあ、今月中はなんとかって話をしてますが、これもっと伸ばすということを言ってください。でも、延長しないなら延長しないということも明言してもらいたいんですが、これもどっちですか。中小企業庁、飯田事務環境部長。お答えいたします。持続化し、給付金と家賃支援給付金は、売上の減少を確認する対象月が昨年12月まででございまして、その売上の確定や書類の作成などに要する期間を勘案して、その申請期限は1月15日、今週の9日までとなっております。しかしながら、期限までに必要な書類を揃えることができない事情がある方については、今、委員ご指摘のとおり、今月末まで期限を延長して書類の提出を認めるということを、すでに先月、経済産業大臣からも発表させていただいたところでございます。事業者の状況を踏まえ、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。玉木君、もう一度ご質問お願いいたします。はい、いやいや、それは私が質問したことじゃないですか。今月やめるということですね。それ変わらないですね。産業補正にも投資予算にも積んでないから。飯田部長。お答え申し上げます。今の状況、期限の延長の書類の提出について受付を、申請の受付をしているところでございまして、こういった状況を踏まえまして、柔軟に対応していきたいというふうに考えてございます。玉木君、もう一度ご質問をお願いいたします。もう別にちゃんと答えてください。今のところは延長というか再給付ね、この制度をさらに延長するような予定はないということでいいんですね。ね、1月15日の申請期限が切れちゃうと、大きい新聞にも打ってるじゃないですか、だって広告で、特例がある場合は今月中はその今の制度の申請期限を延長するということなんですが、根っこの制度の来月以降の利用はできないということですね。飯田部長。お答えいたします。再給付のお話だと思いますけれども、再給付につきましては、ただいまは緊急事態宣言の対応ということで、一時金について要するに昨日大臣の方から発表させていただきましたけれども、ちょっとその今と緊急事態宣言4月の時の緊急事態宣言とは対応が異なっていると考えておりまして、今のところ再給付については考えてございません。玉木君。いや、これね、また今いろんなまた制度とかシステムを作ってるんですよ。また入札とかするんですかね。でまた電通だがどうだこうだって話がもう一回出てくるんですかね。で、じゃあこれちょっと新しい制度の40万、20万、さっき後藤さんからも話ありましたけど、この申請がいつ開始されて、いつから現に給付が受けられるんですか。その目処を教えてください、じゃあ。飯田部長。お答えいたします。現在制度の詳細は詰めておりますので、今直ちにということは申し上げられませんけれども、今委員ご指摘のとおり事務局の入札などを行いまして、必要な手続きを取って申請受付させていただくことになります。したがいまして、3月ぐらいになって開始というふうに今現在として考えてございます。玉木君。やっぱり今からもう一回入札するんですか、事務局の。持続化給付金の仕組みはですね、いろんなことがありましたけれども、比較的システムを含めて、私はよくできてると思うんです、電子申請もできるし、でこれ使ったらいいじゃないですか。そう、で、今、スピード感が大事なんで、3月から申請始めたら、多分給付が始まるのは、年度変わって4月ぐらいからですよね。そんなんでいいんですかね。やっぱりもっとスピード感を持ってやることが大事だと思うんです。で、大臣、ちょっとお伺いしますけれども、今、特措法の改正の議論が進んでます。この改正特措法の施行日っていうのはいつになるんですかね。というのは、新しいですね、我々は補償という言葉を使ってます。十分な財政的な支援と、罰則サンクションセットであるということは我々申し上げてきましたが、その新しい財政的な支援を講じる何らかの条文がそこに書かれたときにですね、それを踏まえたら、今やってるよりも拡充した制度ができるんですかね。つまり、その
新しい改正特措法っていうのは、より財政的な支援も国の責務を明確にしていくっていう方向では、多分各与野党一致してると思うんです。で、それがじゃあ、いつ施行になるのか。で、それが施行された場合には、現在言ってるような40万、20万とか、月6万円、非1日6万円とかっていうのは、制度上も拡充する余地があるんですか。それとも法改正しても、結局、お金がないのでやってることは同じなのか。それどっちなんですか。法施行がいつ頃にあるのかということと、もし新しい改正特措法の下では、今よりも財政支援は拡充するのか、その可能性があるのか、その2点をお答えください。西村大臣。まず法施行の時期につきましては、今法案の、私ども一日も早く国会に提出すべく作業を加速しているところでありますし、与野党間でできるだけ審議を早くということ方向でご議論がいただいているということで、本当にありがたいと思っております。その上で、法案が成立した後にですね、ご指摘のように罰則を伴うものですから、他の法令との前例などを見ますと、やはり周知期間として10日程度は必要なのかなというふうに考えております。その上で、その中で、これは総理も申し上げ、発言をされてますけれども、支援と罰則をセットでということでありますので、支援を行うという旨のですね、規定についても私も盛り込む方向で、検討しているところでありまして、今日午後にも与野党協議会にもお示しをする予定にしております。そうした中で、これまでも私ども、その事業者の影響の非常に厳しい影響を受けている事業者に対して、そうした状況も勘案しながら、支援策を講じてきたところであります。ご指摘のような雇用調整助成金10割であるとか、これまで持続化給付金であるとか、家賃支援金である給付金であるとか、そして今回また新たな一時金、そして、協力金についても、現在、最大180万円まで月額カバーできるようになっております。これ、かなりの部分をカバーしてきているというふうに思います。もちろん、東京の一等地で家賃のもっと高いところもあるかと思いますけれども、中小企業、中堅企業にとってですね、かなりの部分をこういった施策でカバーしてきているものというふうに認識をしております。これは今後の感染状況、あるいはその対策の状況に応じてですね、私も臨機応変に対応していきたい、予備費もございますので、対応していきたいというふうに考えております。玉木雄一郎君。とにかくスピード感です。で、スピード感がなければですね、いい制度を作っても間に合わなければ意味がないんで、もう倒産してしまいましたとか、もう廃業、閉店しましたではですね、制度が間に合いませんので、そこはですね、これ持続化給付金という、それなりに定着した制度があるので、その拡充とか要件見直しということで、とにかく速やかにやる、事務局も新しく作らずに、今やっている事務局があるんであればですね、いろんなノウハウもたまってきていると思います。派遣会社から人をもらって、コールセンターも作ったり、いろんなこともまたゼロからやってたら、どんだけ時間かかるんだと、助ける人を助けることができなくなるので、そこはちょっと柔軟に考えて、ぜひお願いしたいと思います。次に医療提供体制について伺いますが、この病床逼迫っていうことがやっぱ問題になってます。で、一応法律上は特措法も31条でですね、民間病院に対しても要請できるし、感染症法も確か16条の2でできるようになると思うんですが、これに基づく要請っていうのは今まで行ったことがそもそもあるんでしょうか。西村大臣。この31条に基づいてですね、要請を行ったものっていうのは、私自身は明確には承知をしておりません。玉木君。ないと思います。で、私はこれね、法律上もこれから改正するときに、ぜひ検討していただきたいのはですね、この適正な医療資源の配分っていうのは、一体国の責任なのか、厚労大臣の責任なのか、都道府県知事の責任なのかが、法律上、必ずしも明確ではありません。この辺をですね、つまり医療提供体制といってもですね、こうベッドの話ばかりに行くんですが、当然そこにはその専門医とか看護師とかマンパワーの問題があるし、エクモをはじめとした、ハードのものもある。これを総体として医療資源をどうやって適正配分していくのか、特に重症者にそれをどう割り振っていくのかということが大事、その総合調整機能が大事だと思うんですね。で、そこをやはり特にこういう危機が発生したとき、緊急事態宣言下で誰がどのように担うのかということを明確にするということが、私、今回の法改正では実は重要なポイントだと思っています。で、その上で1点ですね、提案したいのは、
法62条にですね、これ特措法です、の62条に、要請した場合にはですね、その財政的な支援をできるということが書いてあるんですが、その対象が法律にですね、実費ってわざわざ書いてるんです。で、政令の19条で受けて、その給与等を考慮してということも実は書いてあるんですね。で、何が問題かというと、これ、民間の、まあ、結構コロナの患者さんを受け入れてる病院に聞いたらですね、結局、実費なので、その新たにコロナを受け入れるためのさまざまな経費には使えるんだけれども、他のお客さんがやっぱり診療抑制して、その病院に来なくなってるんだそうです。これはまあ全国で起こっている問題だと思います。コロナを受け入れてる病院でも、受け入れてない病院でも、今、患者さんが減っていると。で、そのことによるある種のですね、うべかりし利益というか、その本来なら毎年、これぐらいの収入があったであろうという、ある種の損失補填的なところ、あるいはまあ、場合によっては赤字の補填的なところにはですね、使えないと。例えば1500万、これがプラス450万で1950万、一生あたり来たとしてもですね、それ、使途の縛りがかかっているので、難しいので、運用の柔軟化と、その62条で実費って書いてるところをもう少しですね、柔軟な書き方にして、そういったその、まあ、ある種の損失補填的なところにも使えるようにして、民間医療機関が手を挙げやすくすると、まあ、そういったこともですね、必要なんではないか、単に要請してもやはり経営の問題もあるので、こういったまあ運用の見直し、あるいは法改正、必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。西村大臣。ご指摘のように62条はですね、医療等の実施の要請に応じた医療関係者に対して、その実費ということで書かれておりまして、弁償するものでありますけれども、ご指摘のように、医療機関においては患者数の減少など、収入の減少、これ見られますので、一次補正、二次補正、予備費などを使って約3兆円の支援を行ってきているところであります。加えて、12月25日に閣議決定した予備費においてですね、このコロナ患者の重症受け入れ病床を割り当てられた医療機関に対して、1床当たり1500万円、加えて1都3県、緊急事態宣言のもと450万プラスをしておりますが、1950万ということで、まあ、医療従事者の皆さん、大変な思いしておられますので、その処遇改善、ぜひ行っていただきたいと思いますが、最大3分の1はですね、施設整備や委託費等に、これ、割合の自由度高く当てられることになっておりますので、結果として病院経営の改善にもつながるものというふうに考えております。いずれにしましても、厚労省と協力しながらですね、最前線で頑張っている医療機関、医療従事者の皆さん、しっかりと全力で応援をしてまいりたいというふうに考えております。そこをぜひ柔軟にしてください。で、最後にですね、差別の問題聞きます。コロナですね、患者になったこと、あるいは元患者であったことに、申し出しの時間来ておりますから、はい、この差別の防止についてもですね、特措法の改正に盛り込むべきだと思いますが、大臣、ぜひ盛り込んでください。以上、大臣、関係室に、はい、何らかの規定を置く方向で検討しております、はい、おります。